急にお風呂入ってたらもう自分が最近デブすぎてもう辛すぎてもうこの気持ちを収めとこうと思って急にお風呂で水を回し始めた。もう見て顔デブすぎない？もうこれもムチムチだしさ、もう本当にやりだろ、もう絶対もういつもいつも泣いてばっかでもうやだ。なんかさ、今日さ、お風呂入る前にさ、自分の体をさ、見たわけ。そしたらもう、顔もよぼよだし、腕も太いし、足も太くなってて、もう本当に。やっぱあの日、体重を測ってから私はもう狂った、確実に。もう私はなんかもう何を食べていいのか、何をしたらいいのかわからなくなって、そっからどんどん食欲も増して、もうだってこれとか超ムチムチだもん、もうやだ。ここら辺とかさ、全然もっとさ、鎖骨あったのにさ、なくなっちゃった。もうやだー、デブすぎて。くそー、やだー、ほんとに。あー、もう絶対今49キロぐらいある。もう絶対確実に超太ってるの分かるし、最近もずっと食べたい欲が止まらなくて、もうなんでか分からない。もう一時期さ、全然なんか、最近食べたい欲なくなって、全然食べなくても、なんか感触もなくなったとか言ってたのに、今日もブルーベリー何個食べたか分かんない。ひたすらブルーベリー食べて、もうずっとブルーベリー食べて、ブルーベリー食べて、もうブルーベリーばっか食べたよ。もうやだ、夜私はなんかもう本当に食べたい欲がやばくなって、仕事中でもう何食べたんだっけ、朝、あ、そうだ、昨日はサラダ食べたの、朝サラダ屋さんで、あ、で今日はサラダで、まあ、ちょっとお米取れてないからお昼にお米取って夜も軽く食べて終わりしようと思ったんだけど、なんかお昼にやっぱお米を食べてなかったせいか、多分低血糖になって食べたい欲、低血糖になると食べたい欲増すんだけど、でめっちゃ食べたい欲が止まらなくなって、仕事場ついてお昼ご飯食べたの昼ぐらいだけど、12時ぐらいで、4時ぐらいに食べたいんだって弁当食べたのよ。お弁当、鮭と米、そしてもうなんか止まんなくなって、お菓子の自販機みたいになって、そこで干し芋、とりあえず干し芋買って、干し芋詰まったんだけど、もうダメだ、なんで米を弁当食って、なんで干し芋食ってんだよ、もうバカじゃん自分と思ったんだけど、なんかそこにチョコあって、え、チョコ食べたい、チョコ食べたい、あー、チョコ食べたいってなって、もう本当にチョコ食べなくなっちゃって、でなんかマネージャーさんにチョコ一粒食べたいから買って、他全部食べてって言って買ったんだけど、結局ガルボのこのやつ3粒食べて、あー、やばいな。でもそっからもう1本収録して、そっから、え、てかもう顔でもすぎてやだ。前もっとさ、こんなすっきりしてたよね、横顔も、もう嫌だったのにさ、もうやばいね、悪いね、まぐりたいね、もう。それでなんかチョコ食べちゃってやばいなと思って、仕事終わって、あ、もうなんか腕がムチムチしてきてる、あ、もう自分を殴りたい、デブすぎて。お前ちゃんとしろよって思う。自分が45キロでキラキラしてた時、なんであんなに45キロ保ててたのか分かんない。もう本当に瞑想瞑想瞑想で、それでもう食べた欲がやばくなって、マコとみーちゃんがマコんちいるよって言って、やばい、もうこれマコの家でいっぱい食べようと思って、マコんちついて、でケーキ、クッキー、アイス、餃子食べて、で久しぶりに暴食して、あー、もうやばい、私そんなとこじゃなくて、もう胃痛が起きて嫌なのに、なんで食べちゃうんだろう、もう本当に嫌だと思って、だけど食べちゃって、結局で家帰ってきて、明日は我慢しようと思ったのに、朝起きて我慢すると絶対にあのまた暴食の反動が来るとかいう自分の言い訳を作って、朝からオートミールのきな粉をまぶしたやつ食べて、やばくない？じゃあもうねえ、もうやだ、もうやだ、デブすぎて。でそれできな粉のやつ食べて、で納豆にメカブじゃなくてもずく入れたの食べて、ヨーグルトとブルーベリーだから、ヨーグルトも多分 100g ぐらいに、ブルーベリーを多分 150g ぐらい食べてる、ブルーベリーめっちゃ食べてる。でそこにちょっと蜂蜜入れて食べて、で、あ、今日お昼ちょっと食べて、まあ夕方も軽く食べればまあまあまあいいかと思ったんだけど、そっからなんかずっと食べたい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 、
もう脳内ずっと食べ物のことしか考えてなくて、家帰ってきてお昼ご飯食べたんだけど、それは雑炊にしたのよ。もう胃が痛くなるから。雑炊にちゃんとわかめと卵、タンパク質、卵、わかめ、海苔で ミネラルとかね。それであとはごまもちょっと入れてね。であとタンパク質も足りてないなと思ってしらす入れて、それとあとはなんかセロリのきんぴらとブロッコリーとオクラをカッテンチーズ入れて、あの白だしとめんつゆでちょっとあえたのを食べたわけよ。 でデザートにまたブルーベリーヨーグルト、また同じぐらい量食べて、もうブルーベリー食べ過ぎもうほんと最悪、まあ、ブルーベリーなまだでもアイスとか大変食べるよりかマシかと思ってブルーベリー食べて、それで韓国ドラマ見てたんだけど、あ食べたい食べたいってなって、そうだそれ無印でべっこ飴買っちゃったのよ帰り道に。そのべっこ飴を6個ぐらい食べて、飴でもう下ベロがもうなんかガジガジして、下ベロ痛くなってくるぐらい飴食べて、もうなんで無駄な飴ばっか食べてるの、ダメだと思ったんだけど、バッグの中に昨日みーちゃん家からもらったクッキーが2枚入ってて、でそれを食べて、あーもうクッキーだって思ったらもう本当になる人だ自分と思って、昼ご飯何とかにヘルシーしようと思ってたのに、お昼ご飯食べてから2時間後ぐらいにもう食べたい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 ってなって、でもセブなものは食べないと思ったから、こんにゃく麺のラーメンを作って、そこにもやしをいっぱい入れて、もやしとほうれん草で鉄分も取って、で海苔もミネラルも入れて、それでこんにゃく麺食べたわけよ。それであとは残ってたオクラを食べ、梅干しつけて食べて、でまたブルーベリー食べちゃったのよ。でああもうダメだもう本当にでダメだと思って自分の体を見たら、もうお腹がブリオブリオ、もうぶつデブすぎて、なんでこんなデブなんだ、むくみとか言いたいけど、むくみって言い訳してずっとこんな日々が経って、でもなんで、もうなんでこんな太ったんだろう、もうわけわかんないって感じだっけ自分からしたら。最近も足の裏痛めて運動できてないの、運動できてないからもうモチベーションも上がってないし、もうだらけ成人しちゃってるわけよ。だからもう足が痛いせいでもう運動もしてない、だけどやっぱお米もいっぱい取らないと太っちゃうなとかいう自分の言い訳で、もう大量に米とかも食べて、ちょっと前までは腹8分目で、あやっぱ今日はもう腹8分目でいいやってなってた生活が、もう腹15分目ぐらいにならないと気が済まなくなって、もうなんでなの、なんでか誰か教えてくれ、私もわからない、もう未知。でもこのままずっとこの生活して自分がまた56キロとかになったら、もう本当にこの世の中に出れないし、もう誰にも会いたくないし、服も着たくないし、一生ジラッケのパジャマで家にいたいって思う。もうどうしたらいいんだろう、泣けてくる、もうやだこんなさ体重とかダイエットにさ、もう毎日毎日さ悩ませる生活、本当にやだ、もうもうやだ、自分の顔見るだけでもデブすぎて顔がパンパンになってて、去年はめっちゃいい感じにずっと45キロキープしてたら急にできなくなっちゃった、もうダイエットの仕方が分かんなくなっちゃったよ。本とか読んでさ、いろいろ栄養についてめっちゃ勉強してみたりとかしてやってるけど、なんかそれでもよく分かんなくなってきちゃった。お米食べて一時期調子良かったのになんか全然ダメ最近。しかもさ、生理だからいいやってずっと思って食べちゃってたけどさ、もう生理も終わって今さ超痩せ期なのにさ、どうしたらいいんだろう、モチベーションが全然上がらない、もう足が痛くても痛くても運動するべきだったわ、はあ、もう耐えてる顔もクソすぎてやだ、どんどん太ってく自分がもう恐ろしい、ここら辺もう全部剥ぎ落としたいよ脂肪を、でもこれでまた体重測っても50キロとかになったらもうショックすぎて立ち直れないから、もう測らない、はあ、もうどうしたらいいんだろう、本当に教えてほしい、分かる人、何が原因なのか分からない、最近ずっと眠いし絶対に自律神経が乱れてる可能性高いな、食欲の乱れと睡眠とか、今までは寝が空いて寝れないってずっと眠いんだよな、どうしたらいいんだろう、やっぱ運動してないからやる気も出ないし、もうずっと食べたいんだよね何かを、前までは本当にこれ食べたいのか考えるとか言ってたけど、考えることすら忘れてた、今思い出したけど。
なんかずっと食べたいんだよね。でも別に家にミスターチーズケーキあるんだけど、ミスターチーズケーキをめっちゃ食べたいってなんないの。なんかブルーベリーヨーグルトをめっちゃ食べたくなっちゃう。そうだ、今日それでなんかお昼ご飯食べた後になんかもっと食べたくなってリンゴ食べたんだ。今日リンゴ一玉食べた。人間になれたと思えたのに人間になれなかった。まだ、うわーやだー、こんな生活45キロに戻れる気がしなくて怖い。最近ずっと泣いてばっかな、ダイエットのせいで。すごい励まされたのに、前の動画でコメントとかで、デブすぎる自分が。だって顔パンパンなの。もうやっぱりお昼食べない生活戻そうかな。でもなんか開けすぎると吸収しちゃう、低血糖になりやすいって言うんだよね。でも私お昼食べない方が楽だったんだよな。そっちも合ってるのかな。明日からお昼食べない生活に戻そうかな。もう足が痛くても運動しよう。もうダメだメンタルが。もう鏡ぶち割りたいわ、自分が映ってる鏡すべて。デブすぎて服も着たくない。なるべくダボダボのパーカーとかニットしか着てない。最近最悪だ。もう普通の人間と同じ食事で普通に生活したいよ。まあね、ポジティブに考えたら今太ってるってことは痩せれる。このデブだ今の顔を記録しとけば、痩せた時にあの時デブだったけどこうやって痩せましたって言えるから、もう頑張るしかない。もう嫌だもん、デブの生活なんて。もう、はあ、もう絶対明日目腫れるわ、泣きすぎて。運動やっぱしなきゃダメだ、私は。運動しないとだらけるな。やっぱ1日1200カロリーをちゃんと徹底して、明日からお昼は本当にもうほぼ食べないで生活してみよう。今もって痩せ期だから、生理終わりで頑張ろう。もう本当にここの肉なくすから頑張って。もう痩せたい。すいません、またこんな弱音を吐いて。もう最近弱音ばっか吐いてごめんなさい。もうちょっとで早くポジティブ人間になるから、頑張るから皆さん応援しててください。頑張るから。では体を洗います。バイバイ。聞いてくれてありがとうございました。さっきまでめっちゃ泣いてたんですけど、なんかお風呂入ったら急にもうやってやるみたいな気持ちになって、すごい急にダイエット頑張ろうって気持ちになれた。なんかあんなにもう病んでもう嫌だってなってたけど、もう急に泣いたらスッキリしたのか、やる気出た。急になんかお風呂入って逆にもう超ポジティブに、ってか私っても多重人格なのかなってレベルに気持ちの切り替えが変わりすぎて怖い。自分がさっきまであんな落ち込んでたのに、なんかお風呂出たらなんかスッキリして、マジでこれから頑張って痩せればいいやみたいな気持ちになったし、太ったからおっぱい大きくなってって、痩せたらワンカップぐらいおっぱいちっちゃくなったのに、太ったらなんかおっぱいでかくなってて、まあポジティブに考えたらおっぱいでかくするために太ったと思えばいいかみたいな、こっから体重落とせばまあおっぱいでっかくなれたしいいやみたいな気持ちになってきたら、なんか急によっしゃみたいな気持ちになってきたわ。謎、すっきりしたわ。明日からマジ気をつけよう。明日から食事気をつけよう、本当に。てか気づいたの、お風呂上がって。私は最近なんでこんな食欲がやばいかっていうと、ご飯を美味しく食べようっていう気持ちがなくなってた。やっぱ食べることに執着しすぎて、美味しくご飯を食べる、本当に自分がこれを食べたいものなのかっていうのをちゃんと考えることができてなかったから、ちま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 食べてずっと食べたいものだったんだと思う。で結局自分が一番食べたいものを食べれてないから満足できずに、意味わかんないものずっと食べてたんだなって思ったら、それだと思った。ちょっと前は例えば夜ご飯食べ行くってなったら、その夜ご飯を一番美味しいって思って食べれるか、それを考えたらやっぱお腹空いた状態で食べるのが一番美味しいから、夜ご飯までは我慢しようって思って少し食べて我慢してたけど、最近はやっぱり栄養取らないと栄養取らないとばっか考えちゃって美味しく食べることを忘れていた。
なるべく栄養のこと考えておにぎり食べるようにしたりとかしてたけど、結局食べる量も増えたし気持ちが満足してなかったんだね、きっと。だからやっぱ私にとっては栄養考えること大事だけど、考えすぎも良くないんだなって思ったわ。ご飯をめっちゃお腹空いた状態で、あーお腹空いた、これ食べたい食べたい食べたい、美味しい、僕味わってないからストレスが溜まってんだ。もう解決ということで、私は本当に美味しい、本当に食べたいものをお腹が空いてるという状態を作って、ものを食べて満足感を満たすっていう方法をやってみて様子を見たいと思います。なのでまた今後の私がどういう状態になるか楽しみにしていてください。ということで、ちゃんとストレッチして寝ます。